しまーす。なんで学校みたいになってる。学校？コンコンってきたから。ねえねえ、ちょっと突っ込んでいい？はい。なんだドアがさ、サンタなの？ねえ、古くない？でも一応ここリミってなってんだよね。でもサンタだけど一年中クリスマスなの？リミちゃんの中は。ほら、全部なんかサンタ。いいんですか、このままで。扉がね、おぉ、ほらほら、扉がこんな風にサンタです。で、ここにかかってんのが、これずっと前にマックでコンプリートしたやつだよね。こんな感じ。はい、じゃあ失礼いたします。はい、なんでしょう。リミちゃんのね、机はちょっとね、ここにね、前もちょっと一回紹介したんですけど、はい、この壁紙をね、貼ってちょっとね、印象がしおちゃんの部屋とガラリと。そう、あっちちょっと見えにくいけど、こっちにもね、一応貼って。ちょっと今ね、あのクリスマスにサンタさんがね、1階に大きいテレビを持ってきてくれたから、その前まで使ってたテレビをとりあえずリミちゃんの部屋に置いてて、ここにボーンってね、テレビがあるので、ちょっとね、分かりづらいんですけど、そう、ここにもね、こういう風にあの壁紙を変えてありますが、ちょっとね、印象が違くなるんだよね。で、じゃあリミちゃんの座ってるところは唯一置いてあるちょっとね、ちっちゃめのソファーです。あの前しーちゃんの部屋に置いてある。そう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 、それの片割れで、もう一個はここにね、畳んである。そう、両方並べるとちょっと狭くなっちゃうからね、うん、で、壁にこの木のね、木を貼りました。これ自分でやったんだよね、うん、ニトリで買ったやつかな。頑張った。ねえ、頑張ったよね。で、ずっと使ってなかった隅っこ暮らしの時計とか壁に貼れるやつ、パパが見つけてきたから。そうそうそう、買ったなって。いいじゃん、なかなかかわいい、なんか小学生らしいお部屋、ね、はい、この絵は何でしょう。この絵なんね、うん、1年生に学校で描いた、うんうん、キャンディ？キャンディ？わかんない。へへへへ、見て、これキャンディなのにくっついてるよ。ほんとだ。はい、じゃあ次はこれ、ね、視聴者さんが描いてくれた。アルミちゃん上手だね。上手じゃない、ね、絵がひとくそでごめんねって書いてある。上手だよ、ずっとね、リミちゃん大切に飾ってるのね。そう。で、いい、あ、ここちょっと苗字が映っちゃうね、うん、これリミちゃんが、2年生の、冬休みに描いたやつ。なんと金賞、金を貼っていただけましたね。クラスで3人ぐらい、3、4人かな。男女で3人、うん、そっかそっか、男女で3人か。でもすごい上手上手、うん。で、あとこの部屋なんかパパが置いたっていう話ですよね。これあとアンパンマン、これあのブロックね、リミちゃんの思い出ということでこれだけ残してるんだよね。そう、はい、懐かしい。で、あとこっちはね、ブロック大好きだった。こっちはもうさっと棚なので、それいいの見して。テストがだけどね、アンパンに入ってるんでしょ。ちょっとちらっと、あれ入ってないじゃん。捨てたの、あ、テスト入れ捨てた。あ、そうだそうだ、もう学年が変わるから、まあ、ここからにしたんだよね。でもここね、テストがいっぱい入ってた。そう、まあ、奥は棚だからね。扇風機、おー、いいね、涼しそう。次、こっちはね、うん、ここに上はスクイーズ、そう、お気に入りのスクイーズ。あとはちょっと学校のね、新聞とか、新聞粘土とか、粘土とか学校で使うものだね。うん、ここにウーモ、本当だ、ウーモちゃんが並んでおります。ここにで、これが水族館で買ったペンちゃん。ペンちゃん、懐かしい。またペンちゃんが増えた。ペンちゃんね。で、ここがお菓子入れ、飴、なんか飴があったから食べれるかわかんない。えぇ、あった、見た、ん、なんだ。パパがクレーンゲームまで撮った。あー、そうだね、懐かしい。入って、あれ、あんまかけない、ね、あんまかけなくなっちゃったね。なるほど、OK。 あれ、消せない。
だいぶ前だからね。そう、だいぶ前だから壊れちゃった。うん、はい、ここに壁紙があります。そうね、残った壁紙ちょっとまたねこの辺貼ってもいいかなと思ってね、うん、取ってあります。はい、じゃあここ机がこの前やったので、これかな、このなんかワゴンちゃん、ワゴンちゃん、これがねあってね、しほちゃんの部屋にも一個あるんだけど、うん、リミちゃんもある、うん、じゃあこのワゴンは、ここはテープゾーン、うんうん、いろんなテープがあって、ドナルドさんがいて、あ、これこれこれクリップ。クリップね。クマちゃん。うん、これはこれ文具女子かなんかで買った筆箱だよね。そう、筆箱。で、ここに置いてんだね。そう。はい、じゃあ2段目。あ、なんかすごいボールだ。これはね、2年生の運動会のリボン。うんうん、あー、運動会で使ったやつか。それにリミのリ。ほんとだ。でっかいクマちゃんのボールだ。クマちゃん。あとね、ユニコーン、うんうんうん、とプーさんのシーズン、ディズニーストアのね。で、これがヘアバンド。はい、この鈴かわいいね、コロン、コロンとしててね。はい、こっち、こっちはね、うん、ミッキーのね、うん、なんか、なんていうの、あー、なんか首にかけれるやつ。そう、はいはいはい、と、あと写真、あ、1年生のね写真なんだけどね置いてたらね取れちゃってどっか行っちゃった。そうか、まだ行方不明ね。そう、行方不明。次、マイクラのね、クリーパー、うんうん、と、これ何、これはね、うん、削ると、あ、はいはい、黒いくなってて削ると色が出てくるみたいなやつだよね。 それで今ね、ここはそうだね、これはずっと使ってた筆箱。これは捨てられないんだよね。思い出がたっぷりだもんね。そう、1年生からずっと使ってるもん。2枚、うん、にも、はい、じゃあ最後下。下はこれは宝箱。これはクレアーズかなんかで買った箱かな。それにね、スマホケース。まずこれ何使ってないかというと、取れちゃったのよね。で、今日これなかったじゃん、使えない。次、なんだっけ、オイスターズインク。オイスターズインクね、のやつね、やつ、うん、かわいいね、かわいい。次、プープーの、うん、リングつけたやつね。さっきの、さっきの、はい。次、最後昔ずっと使ってたスマホケース、うん、これすごい使ってたね、もうハゲハゲだもんね、ボロボロになっちゃってて、ボロボロ。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はね、うん、どれから行こう、これから、これは割り箸の、これはね、しーちゃんがね、うん、クラブの時にね、クラブ作ったって言ってたね、作ったやつ。はい、ちょっと壊れちゃった。もらった、これはちょっとね、あのお参りに行った時にもらった、なんかお酒、お酒、お清めのお酒みたいなのちょっとここに入れてます。次、これは、ね、あ、 LOL でしょ、 LOL のお気に入り。そう、お気に入り。なんでテープで止めてんの、出ないように、出ないように、封じ込め、出ないように。これどう、これね、前ね、メガネあったのにね、落としてどっか行っちゃった。この子がお気に入り、ね、一番お気に入り。なるほど。で、貼ってるのね、取れないように。見て、取れてるお部屋。なんでお部屋こんなに取れちゃう。はい。また封じ込めなくて。うん、次、この子。この子ね。これ、この子。雑貨屋さんで買ったんだよね。うん、はい、以上です。このワゴンちゃんは、これはどこに、ここでいいんですか、ここ机の横、ここ、あ、こうやって置いてるの、よいしょ、ここ、あ、こんな感じに置くんだね。はい、次はここですね。これはね、お絵かきゾーン。なるほど。じゃあここに、これはシャーペン、シャーペン、こ
これはボールペン、とマーカー、うん、これは鉛筆、なるほど、ロケット鉛筆、はい、で中はもうあれだね、中はこれはクリ、あ、うわこれはクレヨンでしょ、うん、ここら辺はね、色鉛筆で、ね、うんうん、これは、うん、はちちゃんからもらったノート、うんうん、はいはい、ノート、うん、これはね、3000円の色、あ、超高級な色鉛筆だったよね、そう、おー、もったいないって使ってない、そうこれ飾るだけで使わなきゃ、ね、うん、次、あの、上手に動物が描ける、はい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 、の、うん、シリーズ、はい、これは文具女子学、うんうん、次、これも文具女子学で買った、うん、ね、なんか色鉛筆を塗って、うん、それで、うん、この水で、うん、こうやってぼかすとこんな感じになる、うんうんうん、なるほど、これはペン、うん、次、これに、この説明書、はい、次は、この黒板、黒板消し、あ、黒板消しもあるね、そう、はい、次、プーさんと大人になったこれ、フォークとスプーンが入ってたやつだ、やつを、あー、これ前にも、前もあったね、はい前と一緒だね、そう、一応書くものとか書いてるんですよ、森とか最後かな、うん、あ、じゃん、おお、スケッチブックみたいな感じ、なんか書いてる、ひもクリップ、ひもクリップ、あとは書いてないね、これお絵かきに使うかな、うん、はい、じゃあここは終わりですね、終わりです、次こっちです、はい、こっちはプーさんのぬいぐるみさんです、これね、これ1個取れちゃった、これは蜂のプーさん、これ白黒に噛まれて、そうだね、ここに3個ね、プーさんがいます、はい、ね、はい、次はまあテレビがあって、一応見ようと思えば見れる、そうね、ちょっと今撮影してたので電気が出ずらします、よいしょ、じゃあ次はこっち、ここにね、クローゼットがあって、ここはちょっとね見せられないんですけど、ここにかかってるのがマイシーちゃんの部屋にあったクマちゃんだね、そう、視聴者さんのね、視聴者さんのくれたやつ、僕はクマちゃん双子なんだ、そうね、これあのダイソーのなんか植木を乗せるなんか園芸用みたいなコーナーにあったやつこれは、これはハチさんがちょうど、そうだ、フライングタイガーで買った遊べるようなおもちゃね、まだちょっと遊んでない、こっちもクマさん、クマちゃんでね、2本曲がっちゃった、おいしょはい、これこれ何、これね、パパがね大事にしてるやつ、マリオだっけ意味があげた、かわいいよね、これね、うん、パパにはここに置いて大事にしてないんじゃないのって思っちゃう、でもなんか聞くたびにさ、大事って言うよね、そう、大事まあ一応大事にしてるってことかな、そうだよ、はい、こんな感じです、はい、こんな感じね、まあ、入ってここにソファーがあって、奥に机とベッドが入って、ここにカーテンがあって、でここにまあクローゼットかな、まあそんなにやっぱね、あのちょっと広さ的には広くないんだけども、まあリミちゃんには十分かなというね感じです、はい、はい、ということでね、無事机と部屋と紹介いたしました、お疲れ様でした、お疲れ様です、なんかリミ洋服のリボン変だけどなんか変じゃない、あれ取れちゃったのか、大丈夫、取っちゃう、あ、そうだね、あ、結べるそこ、 OK、 はい、はい、今回は、うん、リミのお部屋
棒を